ブルプスーギャーどうだ、海外から取り寄せた最強レベルの催涙スプレーは。おやおや、スプレーで顔が真っ赤だね。こんな欠陥日、我が後期で神聖な結婚式に行ってたまるか。お前は式が終わるまでここにいろ。ドーン。私の名前はアズナ。娘のアミは幼い頃から足が不自由で車椅子生活をしているのだが、妖怪篠宮先生のモノマネしまーす。おい聞けクソガキども、ドーン。おい聞けクソガキども、いつまでぐっちゃべってんだ。カズマくん大当たりや。カブンども、もうすぐ我の結婚式だ。てめえら当日までにこれ覚えてこい。私を褒めちぎりたたえる参加だ。ニヤニヤと笑いながら生徒たちにプリントを配り始める篠の目。すると篠の目が歌い始め、篠の目、篠の目、篠の目様は偉大なり、クラスに子分を30匹、神のごとく従え、おまけに絶世のクッソ美人、あうるわしき美の象徴、篠の目、篠の目、篠の目様は偉大なり、ある日褒めちぎりが邪魔だった、我は篠の目だ、ブレモノ取り曲がんね踏みつけた、や弱者の悲鳴は気持ちいいや、篠の目様は偉大なり。歌詞クソすぎて早送りにされてやんの。悪た、腹ちぎれる腹ちぎれる。先生、カズマくんが呼吸困難です。バカガキには期待しちゃいねえ。おい他の子分ども覚えてこいよ。この歌マジで歌うん？当たり前だ、私の株が急上昇するからな。伴奏はうちでピアノできる子ってアミちゃん。いやでもこんなクソソング弾かせるなんてかわいそう。あー、ハミーはダメだ。なんで？車椅子の障害者はそもそも結婚式に参加させない、恥ずかしいからな。そんな、いや待てよ。篠の目は少し考え込んだ。そうだな、この車椅子も参加させる。え、こんな晴れ舞台に障害者を参加させるなんて、篠の目先生はなんて優しいんだ。みんなこう讃えるに違いない。よしお前ら、私がいかに亜美に優しくしてるのかをアピールしろよ。いいの？先生が優しいやって。おいガキ、当日は車椅子使うなよ。そんな甘えたもんで参加するなんて許さんからな。立ってこい。え、アホすんぎ。参加許可するんだ、毎日迷惑かけてるんだから。当日は最高のピアノで私を讃えろ。我からは以上だ。ガキども、当日はうまくやれよ。じゃあな。おい、いつものどうしたクソども。篠の目様を気をつけて。0点だ。次はもっと声張れ。パン。篠の目は教室から出て行った。その日の夕方、はあ、どうしよう。誰かそいつを止めてくれ。え、ひったくりだ。捕まえなきゃ。おい、どけクソガキ。うわぁ。アミは持っていた傘のハンドルでマスク男の足を引っ掛け、マスク男の足に飛びついた。離せこの野郎。捕まえたぞオラ。うわぁ。こうしてマスク男は警察に連れて行かれたのだった。君のおかげで助かったよ。いえ、それじゃあ。あ、名前は。それから数週間後、篠の目の結婚式当日がやってきた。アミは友達と一緒にいたのだが、いやそれにしても生徒がこんなにたくさん来てくれるなんて幸せ者だな。でしょう、みんな私のことが大好きな。パリーン。あ、アミちゃん大丈夫？はあ、ごめんなさいごめんなさい。大丈夫？怪我はない？どうしたんですか？大丈夫ですか？ちょっと車椅子にワイングラスが引っかかっちゃったみたいで。怪我は大丈夫ですか？大丈夫です。ああ、よかった。あいつ、まさか車椅子の子が来てたなんて。ああ、ごめんなさい。本当に最悪だよね。くそ。ん？何言って、って、あの子。その後、式は滞りなく進み、篠の目のお色直しの時間になった。アミもトイレに行っていたのだが。はあ、みんな、優しい。うるえ！プスーどうだ、海外から取り寄せた最強レベルの催涙スプレーは。おやおや、スプレーで顔が真っ赤だね。先生、こんな欠陥日、我が後期で神聖な結婚式に行ってたまるか。確かこの式場には地下にガラクタ置き場の倉庫があったな。篠の目は急いでハミを担いで運び始めた。ガチャ。ここだここだ、おれ。カッション。篠の目は地下倉庫にアミを放り投げた。先生、こ
ここは。てめえクソ障害者、さっきのグラスはなんだ。ん、みんな見てたぞ。よくも恥かかせてくれやがったな、この野郎。ごめんなさい、ごめんなさい。うれ、カッション、カッション。シノノメは近くにあったバールでアミの車椅子を壊し始めた。先生、やめて。なんで？お前グラス割っただろ、だから壊してんだけど。いいだろう、お前も健常者セレブのシノノメ様の結婚式を台無しにしただろ。それは、ごめんなさい。わざとじゃ、カッション。わざとじゃなかったらいいのか、クソ障害者。てめえ車椅子の鉄くず車輪で動いてるくせに厚かましいんだよ。もっと引け目感じて申し訳なさそうに生きろよ、きっしょい。先生、ひどい。みんなは優しくしてくれるのに。は？知らんの？みんなお前のことキモいって言ってたし、誕生日パーティーとかもお前抜きでやってたぞ。嘘。そう。やかましい血管皮の涙いくつかかったらどうするんだ、クソが。すー。お前は式が終わるまでここにいろ。ドーン。シノノメはアミをガラクタの山に放り投げ、上から車椅子を投げつけた。ふう、ガラクタ処分廃棄完了っと。さてそろそろ行かなきゃ。ルンルン。シノノメは美人美人。ああ、私ってなんでこんな可愛いの。自分の顔見ると顔真っ赤になっちゃう。ギャハハ。一方その頃、子供たちは別のクラスのミザ先生のもとで出し物の用意をしていたのだが、アミがいないと騒ぎになっていた。おい、アミちゃん。アミちゃん、どこだ、アミ。ドン。うえ、いてて。あ、2組のハル。カズマ、ちゃんと前向いて。ハルちゃん、アミちゃん見なかった？アミって車椅子の子だよね。見てないけど。急に消えちゃって、もうすぐ出し物の時間やのに。消えたって一体どこに？子供たちがアミを探していると、シノノメが息を切らして戻ってきた。どこ行ってたんだよ。悪い悪いって、時間あるじゃん、もうせっかち。ああ、もうどこ行っちまったんだよ。ちょっと待ってて。ハルちゃん先生。おお、お前は2組の天才児ハル。お前の噂は聞いてるぞ。先生に言おうか。どうし、ドレスが汚れてますけど、どうしたんですか。ん、なんでだろうな。着替えの場所を間違えて外に行ったからかもな。なんか肩に赤い液体がついてますよ。え、あー、そうそう、なんか工事してたんだよ。クソ底辺どうかとの野郎、ペンキ落としやがったのかな。心配ありがとうな。じゃあ先生は行くからな。シノノメはそう言ってその場を去っていった。あれ、どうしたん。おかしいと思わないか。え、乱れたドレスや髪型、肩に付着していた赤色の物体、ドレスの裾にはホコリの汚れ、手には何かを強く握った後、アミが消える前に行った場所ってわかる？確かトイレ。行こう。子供たちがトイレに向かうと、ハルが床を見て。ん？これはさっきのキメイ挙動してたババアについてた赤い物体。え？ちぇ！アミの！どうしよう！落ち着け。これは多分唐辛子だよ。唐辛子？この匂いは。え？ってことは。ちょっとハル、どこ行くんだよ。ねえスタッフさん。どうしたの？え、もしかしてルカ可愛い？ありが。この辺に古い倉庫ってある？倉庫なら地下に行って。何？見たの？え？ねえ君たち、あの倉庫に入ったの？いや。そっか。入っちゃダメだよ。はい。おお、なんだあの姉ちゃん、目がやばかったぞ。とにかく急ごう。ハルたちは地下倉庫に向かった。この扉の前、あの唐辛子の液体、アミはここだ。え、扉が重い。みんな、みんなで押すぞ。せーの、ドーン。ここは、キャー、見たな。式場では出し物の時間になっており、おいおい、みんな戻ってこないじゃねえか。どこ行ったんだ？ハミ、一体どこに行ったの？すいません、もう少し待ってくれるか？アミがいなくて。またあの障害者か。だから来てほしくなかったんだよ、あの欠陥品な。もともと健常者のセレブ結婚式に参加するはずじゃなかったんだよ。おい、いくらなんでも言い過ぎ。鉄くず車椅子モンスターは時間に合わせることもできねえ。所詮欠陥品。ヒューン、バーン、ブヘー、スカッと。じゃなくて、突然クソ発言を連呼するシノノメの顔面に
スプレー缶が直撃した。いえ、妖怪差別主義者シノノメンの顔面にヒット。カズマくん、いってーな、クソガキ、いきなり何しやが。そのスプレーでしょ、アミを誘拐するときに使ったのは。は？え、どういうこと？アミは迷子なんかじゃない。このブスデブ悪魔妖怪極悪スプレー星人に暴行されて地下の倉庫に閉じ込められてたんだ。ミソでしょ。おい、お前それは本当か？違うわよ、そんなの知らない知らない。うわ、男の前で声変わるタイプや、キメ。しかも別に声可愛くないし、キメ。君にぐさりとくる指摘やめて差し上げて。アミがいなくなった時、そこの着物目が急いで帰ってきたんだ。あれ、どこに行ってたの？行ってみろよ。あれは、そのトイ…トイレで着替えるほど汗だくなるかよ、バーガー。はるちゃん、全自動論破マシンガンになってない？その時の着物目には、肩に赤い液体がついてたんだ。調べてみたら唐辛子だった。唐辛子？いや、ほら、私はキムチが…お前、肩からキムチ食べるのかよ。マジで妖怪じゃん、マジキメ。ごもっとも。唐辛子のエキスが入った液体、匂ってみると催涙スプレーと同じ匂いがした。春も自作したからね。いや、小学生にして護身グッズ自作。防犯ブザーとか可愛らしいもん持ちなさいよ。で、妖怪肩からキムチのドレスの裾にホコリのような汚れが付着してたんだ。あ？てめえ、私のこのドレスのどこに？ええ加減くだらん猿芝やめえや。それ着替えたドレスやろ？着替える前のこの汗臭いドブみたいな匂いするドレスや。バサン、マコトくんが着物目のドレスを差し出した。本当だ、ドレスが汚れてる。こんな綺麗な式場でこんなホコリっぽい汚れがつくとこは地下倉庫以外ない。それがどうした？そんなもん証拠にはならない。全部ハルちゃんの言う通りです。え、ハミ？するとステージの端に隠れていたハミが姿を現した。あ、顔が真っ赤。違う、これはシノノメ。お前、よくもハミがトイレにいたら変なの目にかけられてどこかに運ばれ。このクソ障害者、いちいち出てきやがって。何回私に恥かかせたら気が済むんじゃ、ボケ。ガシャ。え、危ない。切れた東雲はそばにあったキャンドルスタンドをつかみ、アミに襲いかかった。迷惑底辺永遠の負け組鉄くず車椅子が死ねえ。ちょっと待てや、この令和の妖怪極悪スプレー差別主義者2ヶ月歯磨きしてない東雲。ちょっと待て、最後のはキンク。ボーン。ブヘー。ミサ先生が東雲を外に放り投げた。そ、誰がいきなり何しやが。黙れや、磨いてねえくせえ口開いてんじゃねえよ。春の推理が証明された時点でてめえはボコボコ瀕死確定じゃ。てめえのその腐ったおめでたい頭に10億連打してやんよ。ご祝儀で受け取れや、ボケが。ちょっと待て、たんまたん。ボン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 。ミサ先生はいろんな意味で汚い東雲の頭をつかみ地面に打ちつけ始めた。迷惑？あぎゃ！てへん？うぎゃ！それはお前みたいな脳内スラム街以下の倫理大崩壊汚物モンスターの方だろうが、誓いのキスの前に地面に謝罪の土下座キスしろや。謝れ、おら！ボン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 。うへー！人一番優しくて素直なアミをあんな目に合わせるなんてな、生まれ変わった東雲100回あの世を送りにしても足りねえな。皆さん足りねえよな。来世も来世も来世も追い回して顔面ドラムしてやんよ、おら！あぎゃ！くそ、このセレブ神父シノノメ様によくも。いや、何がセレブ神父だよ、お前デブス神父だろ。こら、神父ってまたすごい造語作らないの。おい、てめえこら、嫁がここまでやられてんだぞ、てめえもなんとか言えや、カス。そうだな。残念だが、私の旦那は大企業の社長でな、小千和機お仕事機の底辺と欠陥品障害者。ドーン。そうそう、私が旦那に突き飛ばされてって。え、ギャー、バッシャーン。え、突然新郎が東雲を噴水に突き飛ばした。ブッハー。うわー、なんか毒撒き散らすゾンビ化したトドみたい。こればっかりは激しく同意 100% ジュースだわ。てめえ、いきなり何しやがんだ。あ、貴様誰の味方じゃ。この子の味方だよ、ポイズン顔面スラム街ゾンビ。うん、この子は、アミちゃんは俺の恩人だ。は、この子の顔を見て思い出したよ。会社の最重要機密資料がひったくりに奪われた時があったんだ。その犯人を、この子は車椅子に乗っているにもかかわらず体を張って捕まえてくれたんだよ。あの時の後から、ひったくり犯は実はライバル会社のやつだと分かった。この子がいなければ俺の会社は終わってたんだよ、クソが。だったらなんだ、普段迷惑な障害者がちょっと健常者の役に立っただけ。やかましいクソ女。ドーン。ギャー、バッシャー。
うちのワールドカスオブカス神父がすまなかったね。アミちゃん、ずっとお礼を言いたかったんだ。アミが役に立ったの？ああ、あの時は本当にありがとう。てめえいい加減に。式は中止だ、駆逐さゾンビ。婚約破棄だ、警察行ってこい、慰謝料払ってこい、クビになって路頭に迷え。にょにょ。ゾンビシノノメ、大量の制裁軍部につき、ノーカイロシュート。 100% 当選の結末ジュース、私も慰謝料請求しますから。くそー、セレブ様の結婚式を台無しにしやがって。クッション、ビッション、ドガガション。暴走マシーンと化した東雲が突然白目をひんむきながら式場をめちゃくちゃにし始めた。くそー、東雲様の結婚式よ、東雲様の結婚式よ。おい、いい加減に。クッション、ゴジラもドン引きして巣に帰るレベルでめちゃくちゃなやつだなこいつ。ちょっと冷静に突っ込んでないで。お前らのせいだ。カーペカーペってプシャー。うわ、きたな、唾吐くなよ先生。シャー、みりゃー、シノノメの唾で床が溶けてる。2ヶ月歯磨きしてないから。いや、どんな唾よ。何、あいつマジで怪獣なの。誓いのキスしなくてよかった。あー、誓いのキスしなくてよかった。神様、仏様、ブル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 。いや、危機一髪すぎ。こんな結婚式、こんな結婚式潰してやる。ヒュン、くさ。暴れる東雲に突然ブーメランが刺さった。いってぇな、誰だよクソや。もういい、もういい、もういい、もういいよ、お前もういいよ。見てられないからルカが始末してあげる。キャーン、え、ヒュンヒュンヒュン、クサクサクサ、あーキャーン。トゲ付きブーメラン最高。中盤に来て一番参戦しちゃいけないタイプのサイコパスが参加してきたパターンのやつだ。キャー、リカこういうの大好き。くー、リカも参戦する。ちょっと、戦いを楽しむタイプやめ。あー、リカはいっつもこうだからな。とりあえずみんなでポテチ食べようぜ。はい、アミ、あーん、え、あーん、完全に君たち完成してるよね。妖怪シノノメンバーサスサイコパス上映決定。いや、絶対規制かかるやつ。まさかこれが使える日が来るなんて。ギョギョギョ。するとスタッフはいくつもの瓶を取り出した。なんだよそれ。これは老流酸だよ。ルルルルルル流酸。お姉ちゃん、なに老流酸って。これが体にかかるとね、キュワーって体が溶けちゃうんだよ。嘘ばっかりつきやがった。ジュワー、いやー、最高。ほらね、すごいんだよ。悪い悪い罪人がね、ギャーって悲鳴を上げながら溶けていくの。罪人の断末も罪人の断末もギャー、グリグリグリー。コーラ、興奮してアホの耳にチョークグリグリしないの。リカのポケットには最低20本は入ってるもんな。お母さん、洗濯大変だろうな。いや、親泣かせすぎ。チョークと一緒に洗濯しちゃったら今日も。アミちゃんを何度も虐待した罰だよ。ルカの地下実験室に勝手に入った罰だよ。実験室？立ち入り禁止って書いてあったよね。あそこは誰にも見られてはいけない禁断の隠れ家なんだよ。いや、私は何も見てない、何も見て。あんな嘘通じないよ。ルカの大量の罪人粛清薬品、拷問セット、見ちゃったら生かして返すわけにはいかないね。いかないよ。ルカちゃんおもろ。あ、どうした、ハル、カズマ、ちょ、やばい、ガシ、逃げても無駄だよ。さて、ノーリュウさん、もう我慢できない。悪かった、おい、アミ許せ。お前からもなんとか言え。はあ、どの臭い口が言ってんだよ。口臭虐待セレブ、溶けてなくなれ、存在消してもらえや。ハミ、おい、てめえ、溶かしていいっすよ。カル、全部全部お前が悪いんだからね。ルカ悪くないもん、リカも悪くないもん。そんな、やめろ、悪かった、やめろ。せーの、ギャー、こっちは今日の罪人、ガチャガチャガチャ、今日も修羅場でガチャ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 、それガチャガチャ、逮捕ガチャ、
なんか今日は上機嫌ですね。最近セリフが徐々に増えてきて嬉しいらしい。助かった。おい、クソクソ平民底辺公務員ポリス、こいつをとと逮捕しろ。いや、逮捕されるのはあんたやろ。子供に催涙スプレーを噴射、地下室で暴行、全部防犯カメラで証拠が残っとった。はぁ？もちろん地下室にはカメラつけてます。なんだと？はい、完全敗北、署まで確定幹部。それではおはん、署までご同行。聞いてくれ、このクソピンク頭、私を脳硫酸で殺そうと。何が脳硫酸や、頭のおかしい脳みそパパラドキュンメン、さっさと署までご同行。おい聞け、私はな、セレブの中でも遠くにセレブなんじゃ。だから車椅子のガキは排除する資格があるんじゃ。したがって逮捕はされな。あーせからしいせからしいせからしい、その思考がゴミやって言うとったよ。ほんまに溶かしたのが口が臭いんじゃ。署までごーい。くそー、こうなったらこの脳硫酸でクソポリごとさっさと豚まぐいけ。おしゃ、え、カズマくん、脳硫酸きたー突然とんでもカズマくんが瓶の中身を東雲にぶちまけた。ギャー、溶ける溶ける溶ける。ちょっと大変あれ脳硫酸じゃないぞ、ただの缶詰の液体と炭酸水混ぜたやつだぜ。3年前の缶詰ね。脳硫酸なんかあるわけないじゃん。ゲロゲロゲロ、東雲がさらに臭くなった。鈴木警官は52マスクをして東雲を連行した。後日、皆さんこの間はどうもありがとうございました。いいってことよ。はるちゃんもカズマくんもリカちゃんもまことくんもありがとう。別に大したことしてねえし。あいつはどうなったんだ。刑務所で毎日脳硫酸って叫んでるらしいですよ。あれは相当やばかったもんな。てかあの地下室って実験室？そんなわけないじゃん。ただのルカのサボり場だよ。上司にバレたらまずいから立ち入り禁止って書いてたの。だから3年前の缶詰が放置されてたんだよね。それもそれで怖いわね。しゅん、脳硫酸、しくしく。いや、どこにショック受けてるの。大丈夫だよ、今度自宅で簡単断末魔、罪人をギャッと言わせる拷問10選って DVD 一緒に見よっか。ほんと？いや、今すぐそんな DVD 処分してください。へぇ、アミも見る。シノノメが出てきたら10個全部お見舞いしてやるんだ。へぇ、こら、アミに笑顔が戻ってよかった。その後、元新郎からアミに最新モデルの車椅子がプレゼントされた。アミは可愛いと言ってとても気に入っている。これからもアミの笑顔を守っていこうと思う。